やるわやるわ、ニューニュー、みなまで言うな、ニューニューをやっていく。 That's Entertainment Super Magnetic ニューニューやっていきます。もうパート何本になってるのかはわからんが、とりあえずこのウエスタンステージのパート1ですね、1面クリアせんことには次が始まらんという感じがしておる。なんか急に遠くない？ほう、こんな牛が荒ぶってるね。荒ぶりすぎじゃないかい？多少荒ぶりすぎじゃないかい？間違ったら死ぬねこれ。ああなるほどね。なるほどね。いきなり難しいもの。いや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 。いやちょっと、ちょ。危ない危ない。こうかな。あ、ちょ。これは。あれ？こう、そうかそうか。逆だ。逆押さなくちゃ。もう。なるほどね。跳ねなくちゃいけないから。なんか、赤を見ると青を押したくなるんだけど、そうじゃなくて赤じゃなくて、もう、皆まで言うなっていう説明だな。行きゃいいんだろう。赤だ、赤。ビョーン。もう一回安全に行こう。ビョーン。もう一個安全に行こう。おお、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。どうすりゃいいんだ、これ。危ない、危ない、危ない。ほう。はあ。そんなの。そんなの聞いてないですが、ビョ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 ンとするとだんだん上に上がっていくんだね。欲張り、あ、欲張った。ダッシュしながらだと、ダッシュしながらだと弱いんかな。このパートなしにしてしまうかもしれない。手探りすぎる。手探りだな。よしよし。でもね、手探りじゃないとこのリアクションが、生のリアクションができなくなっちゃう。ちょっと無理だって。それは分かんないもん。いつ跳ねるかが。ゲームオーバーになってもいいかな。あれ取りに行くのに頑張りすぎか。取りに行かんけりゃ安全か。そんな安全プレイでいいのかと思うよ俺は。多少なりとも。ほう、なるほど。牛は背中に乗ることも可能という。それでタイミングずれるっつうの。もう行くしかない。うわ、もうもう一回させてください。コンティニューせずに行きたいな。簡単そうなステージに思えるのにタイミングが難しくて。タイミングが難しくて。いや、ニューニューは侮れんね。侮れ。うかつなプレイングは死を招く。ニューニューにはスピード感も大事だな。やっぱそのセガゲーとしてはやっぱりちんたらプレイすりゃいいってもんでもね。セガだからスピードは大事だから。ソニック・ザ・ヘッジホッグの魂がセガに受け継がれている。ソニック・ザ・ヘッジホッグの魂が。うわあ、ここだ。なかなか安全地帯。今やっぱりもう一回確認したけどないな、あんまり。ここまでいける？危ない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 
一番苦戦しているな、これが。なぜこんな難しいステージにしたんだろう。これで一応1アップはできるな。ずれるんだよな、タイミングが。これで、これで、ここにいりゃ安全か。あ、よかったよかった。危ない。これで、よし、1アップ。ちょっと取れないよ。取れないよ、取った。はぁ。1アップまでは行くぞ。今のはちょっとやっぱりタイミングわかんねえ。でここにいれば安全だな。よしよしよし。いやー、これなんかあってもおかしくないけどな。まあ何もねえのがニューニューだな。これを取ることに。1アップ、これで、何これ。そんなんどうしようもないってば。おお、かわした。これで牛来るぞ。そうな。オーケー。こんな、なんだろう、ローテンションでいっちゃいけないんだ。ニューニューをやっていくんだっていうテンションでこう、うわー、ニューニューをやっていくんだ。喉乾燥してるから声張ろうとしたら、ちょっと今イガラっぽくなってやめたらよかった。タイミングはちょっと今までないパターンですね、ニューニューに。そんなシビアなタイミングゲーは。落ちるとか落ちないとかそういうのだと思ってたけど、そうでもないな。そうでもない部分を見せてきてるな。これさ、ああ、別になんか、ちょっと引っかかるだけか。もう、いい。その引っかかるだけかを確かめると、確かめてる間に、牛に引き殺される。この牛は何なの？ニューニューが小さいのか、牛がでかいのか。この牛はもう攻略したよ。牛は攻略完了と。まあ、どこに復活してるけど、これ取っちゃいけないね。結論から言うと取ったらいけない。これ中間地点まで来る。もう乗っちゃうから。うわ、あれはもう右で大丈夫だな。これは跳ねるしかないね。遅かった。すごいわ、ニューニューは。半端なプレイングは許さないよって感じだな。半端なプレイではかわさせてくれない。よし。コインがある方向に行けば、まあ基本的に。おーえー、おーい、コインがある方向行きゃまあ基本的には大丈夫と思いたいが、こうだろ。そうだよな。それでここだ。これでこっちか。こうだな。飛ぶ。危ない。初見なところ全部引っかかってるな。初見殺しなところ、知らなかったポイントがあまりないぐらいで引っかかってた。こう、ちょっと集中して頼むから。俺自身がちょっとこう集中力欠いてる部分がある。こうだな。
よし、一キャップ。これで右いて、ここで飛んで、左、よし。左、よし。難しいよ。難しいよ。難しいよ。いつの時代のゲームだよ、これは。こんな難しくしたら現代っ子やめちゃうよ。何のためにこの苦行をしてんのか分かんなくなっちゃう。ご褒美イラストの1枚でもありゃさ。気合だ。しかし人は成長するものだ。人は成長するものだ。いかにこんな状況に置かれようとも人は成長している。苦行にあれば苦行にあるほど人は成長している。成長を見せれば日もまた涼し、乳乳はまた快楽となろうよ。なろうものだ。スピード感、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 スピード感と言いながらも冷静、冷静沈着なプレイを心がける。よしよしよし、ここはもう完全にクリアした。ここはもういける。基本ニューには初見殺しだね。初見殺しが多い、ね、よしよし、ああ、まあいやいや、まあいや、あの1枚取れなかったところでどうということはない。かわしてるね。かわしてる、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 かわしてる。まあそのパターンの死に方は初めてだが、うん、ちょっとあの焦りがあったな。あれだ、あの、うん、もう言わせんスタートしてるから、今イヤホンのさ、ちょっと待ってよ、もうイヤホンの位置を変えようと思って左手離した途端にもう始まっちゃうんだよ。大体をこう話せないというかさ、もう休む時間がないというか、まあスタートボタン押したらいいんだけどさ、ここか、こっちからでも避けられた。こっち行ってこう、こっち行ってこう、 B ボタン、 B なら跳ねられた。慣れるんだ、この世界に。この世界になれるんだ。集中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 、ここでこう、ちょっと無理だって。あ、そうか、これ別に水の中入っても大丈夫なんか。警戒心があるところをこうついてこられてるな。警戒してる部分をこう、そこは警戒したなっていう、警戒心を逆手にとって恐怖心を逆なでしてきてるよね。ここは落ちちゃいけないけど、ここも落ちちゃいけないけど、ここは別に落ちてもいいんだよ、水だけど。もう、俺は普段こんなイライラしてるやつじゃないんだよ。ああ、もうダメだ。こんな普段イライラしたりすることはないんだが、いや、最近イライラすることがあるな。最近イライラすることあるわ。めったにそのイライラしない俺がイライラすることあるわ。ニューニューじゃなくてな。ここで言うてもしょうがないな。ここで言うてもしょうがない話だけどさ、イライラすることはあります。そういう話していこうか。下手したら。いや、ダメだよ。ダメだよ。それはダメだよ。言っちゃいけない。言っちゃいけないことだ。そういう、リアルな話を持ち出して、人の悪口とか、その人の悪口じゃないんだ。なぜイライラしてるかについて、こう、とうとうと語ったところでね、それはよくね、それはよくね。なぜイライラしてるかについて語るなんてことは。
ならそういうのは直接本人に言うべきだしな。いや、基本的にあの責心を要して人の腹中に置くという後部亭のこと言葉を信じたい。何を言うかよく分からんと思うけど、後部亭という人がいましてね、中国の昔の偉い人にね、お偉いさんに、後部亭は責心を要して人の腹中に置くという言葉を、責心を押してかな、責心を押してかな、要してやる、要してっていうのもあったんですよ。押して人の腹中に置くっていうね、という言葉を生み出してて、自分の持ってる真心でもって相手と対話するという、そういった言葉ですね。ちょっと難しいんだけど、自分がこの責心、むき出しのハートみたいな意味かな、責心を持っているということは、なんで今の失敗なんだ、あれ跳ねたらもう確定でセーフにしてくれや、あんまり飛び跳ねなかったということなんだが、責心を押して人の腹中に置くとね、自分の中にある真心でも相手もその真心を持ってるだろうなというふうなことで対話していこうという、そういう教えですね。敵陣の中にあった時に敵兵と敵兵を説得するに及びだな。わからん、ちょっとわからん、あれ跳ねたらもう罠なのか、罠なのか、これパート2にはしたくねえな、こんだけ上手くなってるから。逆にそのうまくなっていく過程を消したくないな。ここまではいいよ、ここまではいいね。まあ、いろいろなことがいっぺんにありすぎて、今ちょっとどれから対処して本当にわからん、本当にわからん、これはぶつかったから、あ、そうか、ぶつかってもダメなんか、この魚のとかに。ここまで難しくする必要あんのか、ここでこれに惑わされずにちゃんと右に行く、左に。ナイフが今手元にあったら桃に突き立ててるところだな。残機いっぱい欲しいな。右だったな、今ちょっと迷ったんだよ、右だった。これもラストだもんね。なんとか1アップはできそうだけど、1アップしたところでというところはないかい。どうせいけないだろうっていう、奇跡でも起きんことには。赤、なんかそれはずるいって、それはずるいって、今のは反応できんよ。分かっちゃいる、もう分かっちゃいる、ただ手がちょっと震える、その通りにできるかどうかが。続く。